ま準決勝さっきやっちゃったら会社が居残ってる人の方がなぜか勝者が居残ってる人よりも有利になっちゃう。まあ変わるとき分かった。それやめるし、あと試合の間もあるからさ。はい、敗者側決勝参りましょう。マサシクラウド対クワリュー、ステージ終点。競技2段目に対してダイヤシで反撃うまいですね。飛び越して競技 16% 33%。 さあお互いの対策とはいかほどといったところでしょうか。うまいぞ。思わずやってしまったという感が出てしまいましたが、昇竜拳が反対側に出てしまって、イシストック先生はまさしクラウド。さてここから立て直していきたいクワリュー。これはメテオにはならず、うまいグニトルからここ今しっかり回避を入れ込んでいたまさしクラウド。掴みがこれは小足勝利をしっかり決めて撃墜。 17% のビハインドのまま追いついていく。先ほどのミスを超積しにする大火力。ここは中央して波動拳は入らず、クマへガードして目投げ。これはクミトルから掴み通してクマへコンボ決めていって火力高い弱強を入れていって前だ。このままジャンプがなくなっていればというところですが、リミットのおかげで復帰していくクラウド。そして一気に 2% 逆転。リミットを貯めて竜を動かしつつ、あこれは回避着信になったが危なかった。掴み通って外に出て復帰保証2回。さあここへダッシュ競技通して 77% 対 108%。これはしんどい展開。打っていったが入らず 77% 対 123%。 クマ入ってさあパーセントリーダーはまさしクラウドだが、この竜のほかほか具合ならば十分にあるんじゃないか。後ろはセービング、クミトル DA になってしまった。まあ寄せめて、ここはジャンプで拒否、クエ入って撃墜。最後追いすぎかけたものの1ストック目のリードが響いて一本選手はまさしクラウド。2戦目ステージ同じく終点。前を詰めていって空上から引き競技でコンボ、面白いコンボというか連携ですね。空前に対して空後ろに差し返し、前間にうまいマサシクラウド。クワリュー、ここから前を詰めていって近距離の弓矢仕掛けていきたいところ。灼熱着地ダウンしたところにもう一回競技合わせて一気に 84%。 クミトルで外に出して、ここはメテオを狙っていたがしっかりと空中ジャンプを使うのを最後まで我慢して勝利圏で帰っていく。復帰を手の物と、空前空前から 27%。 空後ろ入ってもう一回夢発生しそうでしたが、さすがからおといリミット競技に対しては反撃なく、今下スマッシュが見えていましたが上ジャックと相打ち甘い。空上叩き落としからクラウドの落下が早くて間に合ったといったところか。気づけば 72% 106%。 クワリューがじわじわと追いついてきている。中距離セービングを駆使して前を詰めていく。空下が入ってまだ撃墜はならない。その間にリミットを貯めるまさしクラウド。さあどちらが先に撃墜するか。
リミットが溜まっている。空に取られ倒してリーチを生かして空白に差し返していく。空白ブンブン振って帰れるか。帰って崖へ奪い波動拳でタイミングをずらしている。今の波動拳タイミングずらして狙ったとしたらうまいですね。ここあと今何か起こりそうでしたが踏み台から小足中足上弱上弱昇竜拳最後一発通してストック先生はクワリュー。ダイヤ反撃うまい。 168%175% まあ空上とか食らっちゃうともうというところですが果敢に攻めていく。つかみ上投げから空手のジャスがして上弱上弱上弱クリトラは上にずらすことで抜けていく。上弱やはりみんなずらしうまいですね。リミットが溜まった瞬間にクリトラルここでリミットを使わずに撃墜しまいたいところだが空手で撃墜 40% 対 0% クラウド相手ならばこのリードはセーフティーとは言い難いでしょう。空前入って空前空白はクラウドの上勝って強技で一気にリターン取っていって 58% や 62% これはうまい。素晴らしいセービング最大が入って昇竜拳で撃墜1本取り返す。クワリュー3戦目ステージは村戸町。上に狭くて台があるこのステージ。ことすかし強技まず 19% ダイヤシ取っていってクワリュー本当にこの必殺スマッシュの使い方が非常に上手くなったなと思います。すかしつかみ通ってクエセービング感じは通らず敵競技で入って 65% 対 27% 3戦目序盤の展開掴んでいるのはまさしくラードか。掴み通る胸から空へクーネトラル外に出してメテオンを狙っていくがしっかりとタイミングをずらした昇竜拳お見事。空後ろ 34% 対 109% この差し返しまさしくラード非常にうまいんですがクワリュウの撃墜撃も非常にうまい。しっかりガードからこのダイヤシの反撃本当にうまいですね。めちゃくちゃうまい。確定ポイントを逃してないところですね。上弱上弱鎖骨割りが出たが後ろリミット貯めて待って読み出しかけていく。空上が一段止めでメテオになったらなんか怪しい読み入りそうでしたね。うまいこの差し返し本当にうまい。しかし今だけ犠牲なら先ほど同じような展開になってきた。ここは駆け上がりに空白が刺さって撃墜 72% 対 0% 空前空に取られるからメテオを狙っている。素晴らしい回避見てしっかりやって完全に五分競技で入って 19% 竜の歩きから掴み通って掴み通りますね。競技に組み取る空前ジャック上ジャックはジャスガード競技で前段入前段出し切りにガード取れてしまった。これは昇竜拳おっと DA 入らずお互いに九死に一生というところか。崖バイここはしっかりと本当にリミット競技に対する反撃取り方完璧ですね。 43% 98% まだ勝負は分からない。上着上着クリタルメテオ決まった逆転見せていく。最後勝ったのはクワリュー敗者側から最終決戦まで駆け上がっていく。